ロシア極東のハバロフスクで1日、野党系のフルガル知事が殺人事件に関与した疑いで逮捕されたことに反発するデモが行われ、地元メディアによりますと、およそ1万人が参加しました。デモの参加者は、知事選挙で政権与党の候補を破ったフルガル氏の逮捕を国策捜査だなどと批判し、プーチン大統領の退陣などを要求しました。フルガル氏は身柄を拘束されていて、容疑を否認しているということです。デモはモスクワやサンクトペテルブルクなど少なくともロシアの10都市でも行われ、合わせて55人が治安当局に拘束されました。